はい、皆さん、じゃあ、トリピです。ということで、深夜なんですけれども、緊急で動画を撮ってます。俺ね、明日、ポケモンカードの大会に出る予定なんですけれども、その大会で使う予定の、ま、商品がね、ポケモンセンターオンラインから届いた段ボールの中に入ってるはずなんですよ。なんで、今回の動画では、この段ボール、開封していきたいと思います。ま、他にもね、結構いろいろ買ったはずだから、紹介していきましょう。なんかポケモンセンターオンラインの段ボール開封するの久しぶりな気がするわ。ということで、見ていきましょう。あ、結構入ってますね、これ。これ買ったからサイズでかかったんだ。まずね、スリーブ系買ったんですよ。可愛くないですか？ピカチュウとニャンハが映ってるスリーブになります。これはいいでしょう。あとこれもあるわ。ゴーストタイプのポケモンが映っている可愛らしいスリーブ。夜な夜なゴーストスリーブですよ、これ。ゴーストタイプってなんか異常に人気だからね。あ、あった。で、今回のメインディッシュ。俺が明日大会で使うのはこちらの商品です。団結の翼スリーブ。そう、実はね、明日のポケモンカードの大会は3人1組で戦うやつで、シャロンさん下のやつだね。で、俺は MKR に誘われて出るんだけど、バロリと3人で、出てくるんですけど、まあ、そこでね、MK にガチのデッキに行った方がいい、俺団結の翼で出ないんだけどって言ったら、あえてってまあ、いや、団結の翼デッキガチなんですけれども、まあ、とりあえずはね、明日はちょっとこれを回したい気分なんで、この可愛らしいスリーブに入れて大会に臨もうと、そういうわけでございます。いいね、これ。ちなみにもう日付は変わってるんで、あと8時間後とかには家を出ないといけないんで、サクサクと残りの開封もやっていきましょう。で、まあそれがね、本来の目的だったんですけど、久しぶりにね、ポケモンセンターオンラインとか見たら、めっちゃ可愛いスリーブが多すぎた。 What's your charm point っていうスリーブ、これ色合いもいいし、出てるポケモンとかもなんか個性的でめっちゃ可愛いっすね。で、あとスリーブが残り3つ。これちょっと前のやつっすよね。破壊光線シリーズめっちゃ話題になってたんですけど、かっこいいってことで、俺カイリュウだけちょっと好きだったんで、これ買っちゃいました。いいですね。いつかカイリュウでなんか強いデッキとか来たら、これに入れちゃうかな。で、あまりに可愛い、猫猫コンビ、ニャビー&エネコのスリーブでございます。しかもピンク。これなんかもう、ポケカ女子はもう、みんな買わないといけないスリーブです。そして、こちらのスリーブが最後、ジラーチの星つなぎスリーブでございます。これで、最近買ったスリーブは最後で、あ、あとこれだ。トモッコのね、デッキケース、これ買ったんだ。これはもうすぐ使います。俺のトモッコデッキを入れようと思って。明日の大会ね、神丼のデッキ持ってきたかったなって思ったから、一応ね、このモモアローデッキも候補にあったんですけど、まあ、せっかくなんでね、シャロンチャンネルでも配信あるかもしれないんで、俺はもう団結の翼でいきます。あともう一個、めちゃくちゃに可愛いデッキケースでございます。ピカチュウがハートを持っている。これもね、普通にちょっと使おうかなと思いまして。あ、待って、まだスリーブあった。出てきました。見てください。ゲンガースリーブになります。これめっちゃオシャレじゃない。ゲンガーの周りに、お花が咲いている。スリーブでございます。はい。で、なんででかいやつかというと、こちら、コレクションファイル、スカーレットと、あとは、こちら、裏面はバイオレットになってる、まあ、カードがコレクションできるファイルと、追加のコレクションファイル、これもちょっと足りなくなっていたんで、これを購入しました。最後なんですけど、変幻の仮面が入ってます。足りない。俺さ、実は、最新弾のナイトワンダラーも一緒にポケモンセンターで注文したんすよ。それはもしかしたら、後で届くのか？今調べたら、ボックスはね、ナイトワンダラーも頼んだつもりだったんだけど、変幻の仮面しか注文されてませんでした。これ、普通に俺のミスです。ということで、じゃあこの、ボックスをおまけで開けていきたいと思います。はい、それじゃあ、変幻の仮面の開封の準備できましたんで、開封やっていきたいんですけれども、実は、今のこの一瞬で日付が1日変わりました。僕はですね、この、団結の翼デッキで大会終わりました。今回の大会は、まあ、3人のチーム戦で MKR とライバルさんと出たんだけど、俺はですね、2勝4敗でした。団結の翼を使って、残念ながらね、足を引っ張れて。ただ、チーム的には結構勝てていたんで、MK とかのね、調子も良かったんで、チーム自体は、3勝3敗みたいな、そんな感じになったかな？はい、みたいな感じでございました。いや、でも楽しかったわ。でもね、やっぱね、団結の翼はね、どんなに頑張っても、ドラパルトに勝つのはめっちゃ難しいね。だから、今の環境だと、やっぱ団結の翼が活躍するってことは、なかなかなさそうだなって、改めて、思ったわ。俺の結果はね、2勝4敗だったんですけど、負けたのが、ルギア、リザードン、あとドラパルト、ドラパルトに負けて、勝ったのが、パオジアンとリザードンに1勝ずつしたみたいな感じで。ただね、どれもね、まあ、どれもって言い方、ドラパルト以外、あとはルギア、ブイスター以外は、
結構マジであと一旦あったらどっちが勝つか分からなかったみたいな、そんな感じのいい勝負できたんで、そういう環境デッキと戦っても、いい勝負できるのはかなりいいデッキなんじゃないでしょうか。やっぱダメカンバラマキが辛い。それがなかったらもう本当になんか、あ、いいよ、ポケモン回収サイクロンということで、改めて変幻の仮面の開封をさらっとやってるんですけれども、こちらですね、僕はまだ、全遊のスペシャルアドレア、これを1枚も持ってないんですね。それをあ、チリーンいいじゃないか。それを出したい。あとは、仲良しポケモンとかのウルトラレアは当たっているんですが、あれは4枚欲しいので、まだ1枚しか持ってない。それが出てきてくれても嬉しいし、オーガポン系のスペシャルアートレア、全部持ってない。まあ、それが出てくれても嬉しい。実はすぐりも持ってないか。実はすぐりも持ってないけど。いや、でも、全遊でしょ。あんだけね、この変幻の仮面が出てからね、全遊欲しい、全遊欲しいって言って、今日頑張ってきたんで、ポケモンカードの大会で。裏でもさ、俺朝、MK に調整したいって言われてさ、朝10時集合ぐらいだったのにさ、その1時間前とかから行って俺ポケカの試合2試合したからね。で、大会終わってからも、ビエラさんとかと戦ったりとかして、ずっとポケカ付けだったんで、これはね、今日はなんかいいカード出てくれるんじゃないですか？まあ、くしくもこの変幻の仮面は、ドラパルト EX、俺の団結の翼をボコボコにした最強カードが収録されてるやつですが、はい、シャリタツ、シャリタツとかもいいね。もう半分来ました。そんなことを言ってると、まあでも団結の翼も、今日やってみて思ったのは、やっぱりレジドラゴとかね、あとはまあドラパルトとかにはもう絶対に無理なんですけど、まあそれ以外だったら意外と戦えんことはないんじゃないかなみたいな、そんな感じです。ただドラパルトとかが今めちゃくちゃ多いんで、それに戦えないともうダメだよねみたいな、そんな感じが何よろも。はい、大会で、あ、でも大会連で思い出した、団結サンダーの大会連を入れてたらワンチャンあった試合とかもあるから、もしかしたら、ありなんじゃないか、ベンチ狙撃みたいな。最後、トラッシュの枚数かける10なんで、大会での団結サンダーがあったら勝てたじゃんとか思う試合あったからな。やっぱ団結の翼で、マナフィー置かれることはないから、本当に意識外の攻撃で、入れるのはありかなって、ちょっと今日やってみて思ったわ。はい。あと俺、レガシーエネルギーをエーススペックで入れてたんですけど、まああれはレガシーエネルギーじゃなくてもよかったかなって思うんで、ちょっとね、また団結の翼は反省を生かして、まあ改良してから使い回してみたいですね。はい。お、でもそんなことを言ってたら SR は大暴走いぞ。これは嬉しい、これは嬉しい悲鳴です。最後の方まで楽しませてくれる。全員来てくれ、全員来い、全員来たら俺企画する。お、いいネイル、いいですね、かっこいいイラスト。もし全員のスペシャルアートレアが来たら俺、ポケモンカードの大会で団結の翼で勝てるまで秋葉原から帰りませんみたいな、そういう耐久企画してもいいよ。ジムバトルとかになるだろうけど、ジムバトルとかだったら勝てたりすんのかな。はい、キラーメチリン、うわー、え、あ、違う、あ、でもいい、オーガボン EX 緑の面、これはね今本当に強くなってるんで需要があるんで、なかなかにね、ダブルレアでもそこそこの値段がするカードになってますね。え、マジで来ないんだけど、みんな。あと4パックしかないよ。あと4パックで、こん中のどれかに SR が入ってると。これ全員来たんちゃう？え、これじゃない？来た来た来た！違う！キチキギス！これです。俺の予想はこれです。残り3パック。SR、全員が入ってる！ありがとう！来た！これだ！これだよな。あー !SSR! 俺の予想はこれ、オガポンの、あー、かまどの面が、最悪だ。2枚箱来ない？ハピナス EX、来てくれない？はい、ドッコラーの、アートレアでございました。さあ、ということで、今回はポケモンセンターオンラインから届いた変幻の仮面のボックス開封は、このような形になりました。残念ながらまだ全員は来なかったらしいです。ただね、もうさっきも言ったんですけど、こんな可愛らしいスリーブでね、ポケモンカードの大会、参加できたんで、今日はもう満足な一日でございました。今はね、オフシーズンって言って、ポケモンカードのね、いわゆるシティリーグみたいな大会とかがあんまない時期なんですけど、まあ、世界大会前だからね、一部の人しか、ない期間になってるんでね、ポケモンカード、競技ポケガみたいなのは今あんまやってないよって人も多いかもしれないんですけれども、来月発売する新弾があまりにも楽しそうなカードがもうどん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 最近情報公開されてるんで、ポケモンカードのモチベはね、もうぐんぐんぐんと上がっているわけなんですよ。うわ、次のやつ楽しみみたいな感じでね。なので今後ともトリッピーチャンネルのポケモンカード開封大成なりつつよろしくお願いいたしますということで、ここまで動画見てくださってありがとうございます。また明日のトリッピーの動画でお会いしましょう。じゃあな。